はい。それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしていますで。普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他にも心理学であったりとか英語学書についての本なんかもご紹介していますで。チャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。この動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本はこちらの夢を叶えるお金の 教え豊かさのの知恵といいうタイトルの本になっていますでサブタイトルとして「お金と幸せを呼び込む経済自由人という生き方」というサブタイトルがついています。で、えー、とこのタイトルの「まあ、お金とか豊かさ」っていうタイトルについて、えーあえー、と内容について説明をしている本っていうのはたくさんあると思うんですけども、えーまあ、この本の中では「経済自由人と」と いうこの言葉がまあキーワーワドににななるののかなというふうに思いう思ますで、えー、とこの著者の本田健さんという方は「えー、とユダヤ人大富豪の教え」という本で多分一番有名になった方だと思います。で私自身は読んだことないんですけれども、あのー、ちょっと調べるとそういう本が出てきたのでまた読んでみたいなというふうに思います。 で今日はこの本の中から、えーまあ、5つです、ね、私が面白いなと思ったところをパッとご紹介をしていきたいと思います。でえー、と全体的な内容としてはです、ねえー、と先ほども言ったようにその経済自由人というような状態になるために、えーまあ、どういった心構えや、えー、行動が必要なのかということを説明しています。でえーとまあ、第1章でお金と幸せを呼び込む経済自由人という生き方と。 いうところでまあその経済重人って何なのかというところを、えー、まあ説明をしてましてその次の2章でま初、あ、めの一歩を踏み出すために必要な準備という内容で3章が、えー、まあその経済重人になるためのスキルと戦略で4章がメンタリティで5章が経済重人の世界観というような内容になっています。 で、えー、とまあパッとご紹介しますけれども、えー、とまずその経済重人の人生の特徴の一つとして、えーまあ、自分の人生を生きているというような躍動感があるというふうなことを言っていますでまあ、日常のさりげないことの中にも勢いがあって充実した気が満ちていますと自分らしく大好きなことで成功している彼らはダイナミックな人生を生きていますというふうに書いてあります。 でまあ、そうした前向きな生き方っていうのがですね新しいチャンスや素敵な友人を人生に呼び込むということで、えー、だから経済重人っていうのはあのお金的に自由になっているというだけではなくて、まあ、そのお金から自由になることによって、えーまあ、自分の本当にやりたいことをいつでも自由にできる環境をつかんでいるとで結果として明るい前向きな人生をつかんでいるというのが、まあ、経済自由人の特徴、まあ、定義というふうに言えると思います。 でえーとまあ、そのビジネスを成功させるために、まあ、重要な理由として、えー、面白い内容があったので2点目ご紹介したいと思いますけれども、えー、ビジネスにはですね IQ と EQ というものがありますよということがこの本の中で書かれてました。 でその両方のバランスが取れて初めて成功できますというふうに書いてあるんですけれどもそのビジネスの IQ っていうのは何かというとまあ、ビジネスのテクニックであったりとか、まあ、売れる商材を見つけるとか儲かるビジネスモデルを作るこれがま IQ っていう部分ですねで EQ っていうものは何かというと、まあ、心の IQ というふうにも言われますけれどもそのビジネスのまあビジョンは何なのか明確にすることそして多くの人に応援されることそして関わる全ての人を大切にすることとまあ、これらの,、まあ、あの単純に その知識とか、えー、自分のテクニックだけではなくてですね。そのメンタリティの部分もちゃんと重要にしていかないと、えー、ビジネスは成功しないとで、結果的に経済従事にはなれませんよ。ということを言っています。はいで、えっ、ー、と3点目ですね。で、まあそのこういった。まあ経済従事になるためにはですね。基本的には会社で雇われている状態ではなくて、やはり何か自分の好きなこと強みを持っていることを。 中心としてビジネスをやっていく必要がありますということをこの本の中では言っているんですけれども、まあ、そうした時にですね起業をする必要があるとでその時の動機っていうのはいくつかあると思うんですけれどもこの本の中ではその間違ったというか、まあ、ずれた起業動機についていくつか紹介をしていますでそのうちまあ印象的だった一つをご紹介したいと思います、えー、それはですね人を助けたい人助けを動機として起業する人がいますと でこれはまあ実はずれてますよということをこの本の中では言っています一見素晴らしいように見えるんですけれども、えー、まあ結果的に問題を抱えることになりますとどういうことかというと、えー、まあスタッフを含めた周りの人間にもその人を助けたいんだよねっていうようなモチベーションを求めてしまうとそれを強いてしまうと。 いいいううここことととがまあ問題になっててくるということをのの本中では書いてありますつまりまあ社長がですね人助けをしたい人助けをしたいと熱心であれば熱心であるほどスタッフにやる気とか人を思いやる心がないように、えー、スタッフに対してそういうふうに見えてきてしまうとで誰も社長の理想のレベルに追いつくことができなくて結果として自分や周りの人間を知らないうちに追い詰めてしまうとで人によってお客さんにまでその理念を敷いてしまうこともありますというふうに書いてあるんですけれども。 まあ、あのこういうタイプの人はですねその人格的にも立派で素晴らしい人が多いんだけれども、えーまあ、なかなか成功しませんということが書いてありましたこれは非常に面白い指摘だなと思いますで、えー、と4点目ですね えとこれは経済住人になるためのスキルと戦略というところからご紹介するんですけれども大事なこととして人に好かれる力が必要ですということが書いてありますでそれはなぜかというとですね、えーまあ、多少条件が悪くても、まあ、好きな人からだったら、えー、おか何か買ってあげようとかですねそういうビジネスを助けてあげようというような、まあ、インセンティブというかあの気持ちが働くからですということがも,もちろん書いてあるんですけれども、えー、その人に好かれるコツとしてですね3つ、えー、ポイントが紹介してあるのでそれをご紹介したいと思います 1>, で1つ目は自分らしく好きなことをやって自然体で生きることでこれは無理している人を好きになれる人はあまりいませんから、えーまあ、自分らしくのびのびと好きなことをやっているというのが重要ですということを言っていますで2つ目は何事も一生懸命にやることでこれは目の前のことに一生懸命になる人にはみんな好感を持つんですよということですねで最後3点目は出会う人みんなを好きになること で人は自分を好いてくれる人を嫌いにはなれないと。でこちらから先に好きになることで、えー、まあ、相手を相手から好いてもらうことができますということですね。つまりま人間というものに好奇心を持つことだというふうに書いてあります。で最後5点目ですね。ちょっと長くなってますけれども、えー、ビジネスっていうのはどういうふうに。 捉えればいいいのかというとうころで、この本のの本中でははビジネスは自分を知るための道具だといいう,うに書いてありますでそのビジネスの意味っていうのはですね、まあいろんな言い方があると思うんですけれども、えーまあ、この本の中で言われているのは、自分の人生を映し出す鏡だというふうに言われています。で、どういうことかというと、まあ先ほども言ったようなですね、人に好かれているかどうかとか、 自分の好きなことができているかどうかとか、まあ、そういった行動の結果としてまあビジネスが回っているとでこの中で特に自分のビジネスっていうのを指してますから、えー、自分がやってる行動、まあ、一挙手一投足っていうのがまあ基本的にはえまあ自分の個人のビジネスに反映されるはずなんですよねつまりまあビジネスっていうのは自分の人生を映し出す鏡として捉えることができますよということがまあ書いてありました。 はいまあ、これも非常に印象的な言葉だと思います。で私は今、まあ、あの個人事業主ではなくて雇わ,れ雇われサラリーマンなので、まあ、100%会社がすべてではもちろんありませんしビジネスで何か失敗したからといって100%自分の責任や自分の成果だというふうに思わないんですけれども、まあ、考え方としては1つあるのかなというふうにまあ思いました。はい で全体としてはそのお金とか、えー、まあ豊かさというものについて説明をしながら、まあ、そのお金に縛られない自分の好きなことをやって生きていけるような、まあ、その経済自由人というような状態になるために必要なことがまあ書かれていますで,、えっと、ですがまあ中身はです、ね、もちろんその誰でも彼でも好きなことをやっていれば幸せになれるよということではもちろんなくて、えー、ある業界でトップ10%に入っていないと、まあ、こういうような独立企業というのはできませんよとかです、ね、厳しい内容も一部書かれていましたですがまあこの え、庁舎の方のですね。まあ,あのまあ、温かいというか、書きぶりもあって非常にこう。あの読みやすくこう。現実的なところにまあ意識をちゃんと留めておきながらも。えー、まあ、幸せになるためにはまあ、どういう風なアクションを、えー、明日から起こしていけばいいのか、というところがまあ、なんとなく分かったような内容でした。はい、ちょっと今日長くなっています。けれども、これで。以上です。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。